クレゴリー・セルティッチはフランス出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。父親がクロアチアの移民2世、母親がフランス人である。1997年からエソンヌ県にある AS エックリーフットボールでキャリアをスタートさせた。その後複数のユースクラブを渡り歩いた後に2003年よりフランスサッカー学院で英才教育を受け、 2005年に FC ジロンダン、ボルドーへ移籍した。2007から08シーズンは、セカンドチームで20試合に出場して7ゴールを決めた。2008から09シーズンは、UEFA チャンピオンズリーグ2008から09のメンバーリストに登録されたが、出場はなかった。11月11日、クープ・ドゥラリーグで EA ギャンガン戦に、マルアノシャマフに代わり後半に途中出場した。 4月25日にスタッドレンヌ戦で出場しリーグアンデビューを飾った。次の週の FC 訴訟戦で初ゴールを決めた。2010年8月30日 RC ランスにはレンタル移籍した。2013から14シーズンはヤロスラフ・プラシルの対談などもあり、シーズンを通じてレギュラーに定着。コーナーキッカーを務め。 三得点十アシストと結果を残した。2014から15シーズンから背番号を8に変更した。2017年1月30日、オリンピックマルセイユと3年半契約を締結し、移籍。2009年5月5日、フランス U-21 代表に招集され、トゥーロン国際大会のポルトガル U-21 代表戦で代表デビューを飾った。 現在クロアチア代表でプレーすることを打診されている。ありがとうございます。